フォーマ F2102V は富士通によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話フォーマ端末である。2003年7月に発売された当端末は富士通が製造する携帯電話としては初めてテレビ電話に対応した。背面に CCD カメラ、ディスプレイ上にも CCD カメラを搭載しており、双方に 白色 LED のフラッシュライトが取り付けられている。カメラ付きフォーマット端末で撮影した動画データをメール添付で送信できるサービス、iMotion メールに対応している。背面部にはレインボーカラーのバックライトを搭載したサブディスプレイがあり、設定によって様々な色を点灯させることが可能。カメラ機能では最大 VGA サイズの静止画が撮影可能で、 撮影画像をアドレス帳に登録する機能も用意されている。動画撮影機能においては、最大3倍デジタルズーム、最大90秒までの動画機能を備えている。下部の端子が通信用本体セットに同梱されるクレードルには、ホーマ端末では唯一の通信機能が備わったものとなっている。電源端子の他に USB ポートが備わっており、 パソコンとの連携が可能なクレードルとしての機能も有している。このため充電しながら携帯電話のデータをパソコンと同期したりバックアップ機能、スケジューラーシンクロ機能が利用できる。この他にクライアント認証サービス、ファーストパスにも対応している。左側が USB ポートクレードルに載せた様子、ありがとうございます。